さあ、じゃあ紙芝居を始めますよ。仙台七夕七つの願い、作時はひろみ。ずっと昔、星の世界に織姫という美しいお姫様がいて、ある日牛飼いをしていた牽牛と恋に落ちてしまったんだと。二人は自分の仕事、織姫は布を織ることを、牽牛は牛飼いをさっぱとしねで、いつも天の川の岸辺でデートを続けていたんだと。こら、けしからん。ごしゃいたのは星の世界の王様だ。大事な仕事をサボるとは何事だ。お前たちはこれより天の川のあちらとこちらに分かれて暮らすがいい。こうして二人は泣く泣く別れていったんだと。泣き続ける織姫、うえーなんて泣かねえの。お姫様だから上品にシクシクシクと朝から晩まで泣くばかり。牽牛も悲しさのあまり、おいおいおいと涙に暮れていたんだと。さて、下界の人間たちは大弱りだ。二人の涙は雨となり、しとしとしと、ザーザーザーと雨の日ばかりなんだ。ああ、今日も雨だ。やんだくなるな。だ、米も野菜も草ちまってダメだ。夏なのにサビな。困ったな。オラたち、このままじゃ生きていかれね。なんとか二人に泣き止んでもらわねば。どうしたらいいべか。そうだ、天の国にも飛んで行っているカササギに頼むといい。な、ほんなら行ってみっぺ。そこで村人たちの代表がカササギのとこさ出かけて行ったと。カササギ殿、カササギ殿、オラたち人間が困っているのを星の王様に話してけねべか。ごしゃぐのやめて、この雨やむように頼んでけねべか。するとカササギは、カシャ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 、はい、わかった。その代わり畑や田んぼでどじょっこだの船っこだの取るのを許してけろよと言ったと。ああ、そりゃ当然だ。なんぼでも食べてけさい。つうことで話は決まって、カササギは天に登っていったんだと。そして星の王様さお願いしたところ、ああ、いやいやいや、あ、そいつは人間たちに迷惑かけたな。すまねえな。では、毎年7月7日の晩だけは、二人が会ってもいいことにしてやるべ。と言ってくれたんだと。カササギは、織姫と牽牛にそのことを話すと、二人嬉しがって、泣くのをぴたりとやめて、自分たちの仕事をするようになったんだと。下界の人間たちは雨が止んで、まず喜んだ喜んだ。それで7月7日、今の8月7日を中心に、人間が幸せに暮らせるようにと願う星祭り、七夕祭りをするようになったんだと。これが伊達政宗公が仙台を開いた400年前から続いているというから、由緒あるお祭りなんだね。ところで仙台七夕祭りには、七つの願いを込めたあるものを笹の葉に飾るしきたりがあるのを皆さんは知っておりしたか。あら、知らねえの。では今から教えてやっから、よーく見てさいよ。まず一つ目は短冊。これは見たことあっぺ。
これに歌を書いて学問や字が上達するようにってお願いしたのっしゃ。それも朝早く起きて空取り里芋の葉にたまったつゆをすずりに集めてそれで吸った炭で書くといいって言うから、なんとも優雅な話だべ。ところであなたは短冊にどんなお願いを書きますか？二つ目は着物、髪衣だ。病気や災いの身代わりになってもらうもの。もう一つ、お裁縫がうまくなるようにという願いもあるんだね。さーて、三つ目はみんながよく知っている折り鶴。これにはどんなことをお願いするかわかりますか？だね。これには家の年寄りの年の数だけ折って長生きできますように、みんなで健康でいられますようにって願うんだね。四つ目はみんなの大好きな巾着、財布だ。これでお金持ちになれますようにって願い、無駄遣いをしないで貯金しなさいっていうことも教えたんだよ。五つ目は投網、これは魚がたくさん取れますようにって願ったんだ。仙台湾には昔からたくさん魚がいたからね。六つ目はくずかご、これは七つの飾り物を作るときできた紙くずなどを拾い集めて入れたのしゃ。物を粗末にしないで役立てましょう、清潔にしましょうっていう心も育てたんだね。そして七つ目は美しい吹き流し、織姫の織った布を表す五色の紙は仙台の人やここに集まる人たちが平和で幸せに過ごせますようにと願う七夕飾りのシンボルだよ。はい、おしまいです。